強く推奨晩酌のサングラス。強く推奨晩酌のサングラス。強く推奨晩酌のサングラス。晩酌のサングラス。あれは何ですか？今朝からずっとあの調子なのよ。はっ。私としたことがツイッターを乗っ取られていたようです。なるほど。ここは関西人として突っ込むべきところなんでしょうか。私も春頃からそういうリプもらってたな。まだ流行ってるんだ。どんなスパムアプリを連携してたんですか？その推論は非論理的だ、少尉。私は自作の名言ボットしか連携させていない。パスワードも128文字。ここまでして乗っ取られるとは。晩酌できた！それ、他のサイトでパスワード使い回してたんじゃない？さすが館長、論理的。あ、そうか。どんな複雑なパスワードでも、いろんなサイトで使い回してたら、一箇所から流出しただけでもやばいと。それなら、今頃カオブックとかも乗っ取られてるんじゃ。ええ。でも正直、サイトごとに変えると忘れちゃうのよね。まあさすがに128文字は何個も覚えられないですからね。いや、一個でも覚えられる方がすごいよ。パスワード管理ソフトがあってもなかなか全部はね。ですよね。そこそこ楽で、ただ使い回すよりは多少はマシな方法ならありますよ。え、どんなの？簡単です。パスワードを使い回すときにアレンジするんです。まずなんかいい感じのパスワードを作ります。なんかいい感じのパスワードだね。これが使い回すパスワードのベースとなります。そしてこのパスワードを example.com で使うときは example の頭の2文字、つまり e と x ですね。その大文字とマイナス記号をさっきのパスワードの頭に合体します。合体！こうして頭に EX- をつけたパスワードが完成します。そしてニコ動で使うときは代わりに NI- を頭に合体。合体！こうすることで仮にもし example.com でパスワードが流出しても、そのパスワードはニコ動やツイッターでは使えないということになります。なるほど、勝利。人間にしては論理的だ。頭いい。でもエグザンプルのサイトとエクソダスのサイトではパスワードが同じになってしまうのね。そうですね。複数のサイトから流出すると法則が見破られてしまいますし、ま、やらないよりはマシ程度ですね。結局それだけじゃダメなんだね。あとパスワードの作り方は必ず自己流にアレンジしてください。みんなが同じ方法を使ったら無意味ですから。少佐くん、分かった？至急他のサイトのパスワードも変えること。うちの社内システムも含めてね。10分でやります。5分でやって。あいあいマン。これで一安心と。推奨晩酌のサングラス。強く推奨晩酌のサングラス。強く推奨晩酌のサングラス。晩酌つきました。